ども、まずはマリーンズファンの皆さんに勝利の報告をしてもらってもいいですか。マリーンズファンの皆さん、勝ちました。やった、ありがとうございます。さあ、増田投手は同点の9回の場面でマウンドに上がられたわけなんですけれども、どんな気持ちで今日はマウンドに入られましたか。展開が展開だったんで、はい、まあ、先頭出さないようにと思ったんですけど、そこフォアボール出してしまって、まあ、ほんまにまたやってるわこいつと思われると思ったんですけど、そこはなんとかね、ゼロに抑えようと思って必死に頑張りました。はい、今日は本当に満員でマリーンズファンの皆さん、ぐるっともう見渡しても、ね、全てこう真っ赤な景色だったと思うんですけど、マウンドから見てみて、その QVC マリーンフィールドの景色どうでしたか。いつもね、ブルペンに行く前に1回外の景色を見に、ベンチ横にいつも見に行くんですけど、そうなんですね、まあ、そこで、まあ、見渡す限り真っ赤だったので、はい、すごいテンションが上がってブルペンに行きました。テンションが上がったと、やっぱり今日のマリーンズファンの皆さん心強かったんじゃないですか。そうですね、すごい大きな声援ですごい後押ししてくれました。ありがとうございます。そして9回の裏、どんな気持ちでご覧になってましたか。キヨさんにね、行く前に、はい、もう一回開幕だけするのしんどいからここで決めてくれっていうふうに言われて、分かった、任しとけって言って、まあその通りになってね、キヨさんを歩かされるかと思ったんですけど、はい、勝負であそこで打ってくれて、見たかって言ってくれて、ありがとうございます。もう本当にものすごい盛り上がりでしたよね、今日は。そうですね、ああいう試合が一番興奮するというか、はい、池にもついてくると思うので、ね、明日も楽しみです、はい、そうですよね。さあ、明日もオールフォア千葉でこの赤い千葉ユニフォームが続きます。ぜひ今日のようにたくさんのマリーンズファンに来てもらいたいですよね。そうですね、やっぱりああいう展開でもね、ファンの声援が逆転につながったと思うんでね、またたくさんのファンの方に来てもらって応援してもらいたいなと思います。よろしくお願いします。皆さんぜひ明日もご来場お待ちしています。そしてですね、明日は、母の日ということで、皆さんにもね、スペシャル、母の日のスペシャルボードというのを書いてもらってるんですけど、ちょっとステージの方でも増田投手に書いてもらってもいいですか。はい、はい、ぜひお願いします。明日はね、キッズスクエアでちびっ子のみんなと一緒にこちらの母の日のボードを書いたりとかね、いろんなイベントもありますので、ぜひ明日も皆さんのご来場をお待ちしています。せっかくですからね、今日はこのステージで増田投手にも、書いていただきたいと思います。ぜひ書いたら皆さんにもね、見せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちびっ子のみんなはもうお母さんに何かお手紙とかさ、プレゼントとか用意した。まだ内緒かな。ね、明日はね、QVC マリーンフィールドで、みんなにこちら書いてもらいますからね。さあ、書き終わりました。では、見せてください。はい、ちょっと書きにくかったね、字が下手なんですけど、すいません、ちょっと高さが合わなくてね、すいません。はい、書いていただきました。さあ、せっかくですから、ちょっと増田投手読んでもらってもいいでしょうか。マイクお願いします。毎日試合終わるたびに LINE ありがとうです。LINE が来るんですね。はい、これでも買ってくれてます。これでも買ってくれない、はい、なんかスタンプとかも来るんですか。なんかもう、わけのわからんスタンプとかも来たんです。微笑ましいですね。じゃあ今日ももうロッカーに戻ったら届いてるかもしれないですね。あ、もう返しました。あ、もう返しました。はい、ちなみに今日はどんな風にやり取りされたんでしょうか。今日は良かったねってきました。なるほど、増田投手はどう返されたんですか。そうやねって送りました。そうなんですね。じゃあ明日はぜひちびっ子のみんなにもね、お母さんへのメッセージ書いてもらいたいですね。そうですね、すごくね、いつも自分ではわからないぐらいお世話になってると思うんでね、お母さんには明日はしっかり感謝して過ごしてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に、今日これだけたくさんのマリーンズファンの皆さん集まってくれました、増田投手から一言メッセージをいただいてよろしいですか。今日は皆さんのおかげで勝てました。明日も皆さんのおかげで勝てるように自分たちも頑張るので、応援の方よろしくお願いします。